界降臨。恐怖におののく気配を感じるぞ。美しい景色ね。墓場にちょうどいい。人類、お前たちにこの世界はもったいない。裁きの時。やっ。
恐怖におののく気配を感じるぞ。私に服従しなさい。自分で正々堂々と戦いなさいよ。教会堂に隠れて出てこないなんてどういうこと？落ち着くんだテスラ博士。怒っていても状況は変わらない。それに僕たちには試す価値のある対策がある。どういうことよボス頭。方法を思いついたのなら早く言いなさい。ハイペリオンにあるムーンライトスローンであの光の幕を破れないか試してみてもいいかもしれない。ムーンライトスローン、あれは律者に対抗するための武器よね。ムーンライトスローンが律者に対抗できるのはその体内にある崩壊エネルギーを通常のエネルギーに変換するからだ。言い換えればムーンライトスローンの攻撃は崩壊に属さない。僕たちがそれに崩壊エネルギーを与えれば驚異的な威力を誇るビーム兵器として使用することができる。もともと約束の力に対して僕たちが律者の力もしくは普通の崩壊エネルギーに属する武器を使って攻撃してものれんに腕押しだ。でも通常のエネルギーを使った兵器なら気にすることなく思う存分攻撃できるってわけね。もっと早く分かっていればシルバーバレットを全部持ってきたのに。そうなると周りにいる罪のない人たちのことを考慮しなければならない。いずれにしても確かなことは光の幕が約束の力をどういった原理で実現していたとしてもエネルギーを散逸させるためには何らかのメカニズムが必要だということだ。メカニズムさえあれば許容値にも限界がある。約束の力は当然通常のエネルギーも無効化するがそれは本来の機能ではない。だから僕たちの火力はよりたやすくその限界値を超えられる。平たく言えば我慢比べね。
その通りだ。じゃあもしムーンライトスローンの力が光の膜の限界値に届かなかったら、他の方法を探すしかないだろう。つまり念のため最初からハイペリオンの全エネルギーを使って一か八かの賭けに出るのね。しかし逆に言えば、ムーンライトスローンの最大出力で攻撃して失敗すれば、僕たちはハイペリオンの全戦力を失うことになる。確かにそうね。あの悠然とした態度からすると、おじい様は絶対に奥の手を残してるはず。いずれにしても計画自体に問題はないわ。先にキアナたちに情報を共有する。ムーンライトスローンの出力設定と関連する準備作業は二人の博士に任せるわ。問題ないわ。大したことじゃないし、死者の出力はじゃんけんで勝った方が決めるってのはどう？キアナ、ブローニャ、聞こえる？聞こえるよ、学園長。何か筋があるのですか？ムーンライトスローンで教会堂の光の膜をどうにかできないか試してみることになったの。あなたたちはみんなを連れて余波を受けない場所に行ってちょうだい。計画が成功したら、あなたたちは安全を確保して光の膜に入り、おじい様と対決する。私たちもすぐに向かうわ。ムーンライトスローン？キアナ、原理は後で博士たちに説明してもらいましょう。今は学園長の言う通りに動くのが先です。ああ、確かに急いだ方がいい状況だよね。前線の手配はこれで大丈夫よね。テスラ博士、そっちはどうかしら？テスト用の出力はボサ頭の提案に従って 20% に設定したわ。ムーンライトスローンはいつでも起動可能よ。よし。キアナ、あなたたちは？もう退避できた？みんな安全な場所に集まったよ。わかったわ。テスラ博士、始めても大丈夫よ。了解。ハイペリオン、対律者武装、手法、ムーンライトスローン、起動。システム制御、完了。出力制御、完了。起動制御、完了。目標、ロックオン。距離誤差、調整完了。ムーンライトスローン、発射！よし、飛車は成功ね。キアナ、そっちはどう？問題ないよ。光の膜に開いた穴がはっきり見える。じゃあ早速最大出力で。待ってください、テスラ博士、何かがおかしいです。どうしたのよ？光の膜がすごいスピードで元に戻った。修復した？ちくそ、そんなに簡単にはいかないってわけね。あいつはあの結界を用意しただけじゃなくて、修復手段も考えていたのね。それともこれもあいつの力の一部ってやつ？ボサ頭、あとそこの長光、さっきの試写で光の膜の限界値は計算できた？もちろんだ、テスラ博士。いい知らせと悪い知らせがある。え？こんな時にもったいぶらないでよね。早く言いなさい。いい知らせは、ムーンライトスローンの攻撃は確かに有効で、僕たちは正確な限界値を得られた。悪い知らせは、その限界値がかなり高い。ハイペリオンに残っている 80% のエネルギーを使っても、あの光の膜を完全に破壊することはできないだろう。そして光の膜を完全に破壊できなければ、キアナさんが見たように自動で再生してしまうわ。なんですって？ 20% のエネルギーで穴を開けることができたじゃない。たとえ4倍のエネルギーを再び投入したとしても、より大きな穴が生じるだけで、自己修復の速度には追いつかない。徹底的に破壊するなんて言うまでもない。
光の膜を完全に破壊するには少なくともハイペリオンの全エネルギーの5倍の崩壊エネルギーを調達する必要があるでしょうね。それほどのエネルギーをどうやってハイペリオンに集めて使うかは今は言わないでくれ。その理論値で必要な力はムーンライトスローンで発射可能な力の最大値を超えている。つまりムーンライトスローンを使う計画は不可能ってこと？残念ながら僕は認めるしか。待ってください、アインシュタイン博士。もしかしたら先ほどの知らせはどちらもいい知らせかもしれません。え？悪い知らせがどうやったらいい知らせになるのよ。無から何個もムーンライトスローンを生成しろと？はい、その通りです。は？本気なの？待って、まさか。はい、断りの律者の力を使い必要な出力を満たせる数のムーンライトスローンを構築します。え？なんですって？そんなことができるの？もちろん、とても困難です。ベルトさんですら成し得なかったことですから。でもこれが今一番試す価値のある方法です。ブローニャには成功させる自信があります。彼は第一次崩壊の生存者。当時ベルリンが廃墟と化していた。天命が彼を見つけた時、彼は崩壊の中心にいた。君の推測は間違っていない。それは前のベルト、一人目の断りの律者だ。ブローニャ、君は誤解しているかもしれないが、俺は常々断りの律者が表しているのは単純な力ではないと言っていた。この言葉に含まれる別の意味は、断りの律者には今の俺が制御できる部分をはるかに超えた潜在能力がある。断りの律者はある種の信念を表している。人類として崩壊に対抗する、人類として神に反抗するという信念だ。一人目の断りの律者が人類のために戦うことを選んだ理由は、彼が人類としての意志を保っていたのと同時に、コアの中にいる30万人の思想を受け入れたからなんだ。30万人の思想、それは彼の精神にとって大きな負担になったはずです。そうかもしれない。だがそれが真の断りの律者だ。俺たちは常に自分が人類だということを忘れずに、人類の苦痛を背負って人類の敵に反抗してきた。それは人類が歩んできた歴史を表している。そしてその強さは人類の文明が積み重なってできたものだ。今それは君に受け継がれているんだ、ブローニャ。それはとても重く、俺ですら律者の全ての力を発揮することはできない。同時にそれはとても軽い。今は君の体内で静かに眠っているだけで、もう拒絶反応は起こらないだろう。もちろん何かを無理に受け入れろとは言わない。君に断りの律者の歴史と夢の中で見たあの人影たちについて説明しているだけだ。そして俺よりも君の方がうまくやれると信じているよ、ブローニャ。君は俺よりもはるかに崩壊エネルギーに対して適性がある。戦闘の経験も技術も断りの律者になったばかりの頃の俺より上だ。俺はたった一度だけ30万人の思想との融合に成功したことがある。それも第二次崩壊の後で、前の体を再構築していた時だ。体の再構築、それも前のですか？あの時は俺もさすがに無理だと思っていた。人体の全細胞がどのように構成され、どのような状態になっているかを完璧に知り尽くしている人間はいないだろう。だがコアの中で30万人と正面から向き合い、体を再構築して
人類のために戦い続けることを決意した時、コアの力が俺を助けてくれたんだ。30万の思考が同時に入ってきて、互いに潰し合い引き裂き合い、俺の意識は粉々になりそうだった。だが俺は成功した。無から自分の人間としての体を復元させたんだ。あれは俺が唯一断りの律者の力を完全に解放した瞬間だった。ああいった精神同調の負担はあまりにも大きい。漁師の海で再び体を再構築し、あのケビンへの反撃を試みた時、コアは俺が同じことをしないよう阻止してきた。俺は構築の記憶を読み取り、タイミングよく何とか戻ることができたんだ。今のこの体と律者コアの適応状況は見ての通りだ。でも俺は君の状況は全く違うと信じている、ブロニャ。君は俺よりもはるかに才能がある。だがそれだけじゃない。君の目の中に当時の彼のようなベルト・ジョイスと同じ光が輝いてるからなんだ。君は彼のことを知らないだろうが、同じタイプの人間だと俺が保証するよ。ブローニャ、まずは他の選択肢を考えた方がいいんじゃ。安心してください、学園長。ブローニャは自分が何をしているか理解しています。本当に大丈夫なの？バカですね。キアナはよくこういうことをしてきましたよね。自分は良くて他の人はダメなんですか？分かった、あんたを信じるよ、ブローニャ。こちらも了解した、ブローニャ。現場の指揮は君に任せるよ。私たちはハイペリオンでムーンライトスローンの2度目の、つまり最後のチャージを行い、あんたの合図と共に攻撃するわ。やるからには、ネゲントロピーは皆断りの律者の信念に背いてはならない。わかりました、キアナ、ゼーレン、それからロザリアとリリア、ブローニャのフォローをお願いします。今回構築するものは非常に膨大です。ブローニャは何らかの事情によって中断されたくありませんし、そもそも中断できません。問題ないよ、ゼーレに任せて。ブローニャはみんなの力を信じています。またこれまでとは違って、今回の律者コアの完全覚醒とムーンライトスローンの使用は膨大な崩壊エネルギーを必要とします。その時になったらみんなに合図をするので、できるだけブローニャに力を貸してください。お願いします。わかった、わかったよ。リリア、みんなさっきから何を言ってるの？ムーンライトスローンとか構築って何のこと？リリアにもよくわからないよ。でもブローニャ姉さんをしっかり守ればいい。ああ、それなら理解できるわ。それでは作戦を開始します。私にやらなければならないことがあります。ぜひ味わってみたいわ。ブローニャの邪魔なんてさせない。Thank you.
私。キアナ、今です。受け取って、ブローニャ。あいつに私たちの力を思い知らせてやろう。私、ちゃんとブローニャお姉ちゃんを守るから。カエルと一緒に戦って。はい、ほっときなさい。30万人の思想とはこういうことなのですね。同じ子供、また崩壊の被害者。あ、彼女の故郷は私と同じなのね。彼女が断りの律者を継承したのか。彼女が私たちの名前を継承したのか。彼女は崩壊に対抗する戦士だ。こんなに若いのに。
女には強い意志があるよ。でも幼さもある。知っています。そうです、ブローニャはかつてベルトの名前を継承することを拒みました。世界を守るという重責を背負うなんて不可能だと考えていたんです。ですが今のブローニャには分かります。いわゆる世界とは冷たい概念でも標語の中にとどまる単語でもありません。生きている人が自分だけの唯一無二の世界を構築するのです。それらの世界は周りの世界と融合し、さらに大きな世界を誕生させます。ベルトが表す世界はこの過程を数百数千億回も繰り返して誕生した結果なのです。これまで世界を守る重責を担える人は一人もいませんでした。でも誰にでも世界を守りたいという願いがあります。守りたい人を守り、進みたい未来を切り開き、時に妥協し、時に奮闘し、時に諦め、時に耐え忍ぶ。複雑で多様な人間性が人々の心にあり、それが交わって輝く時に、みんなは人の人たるゆえん、その証を手に入れるのでしょう。ベルトはただの名前です。ブローニャもただの普通の人間です。その名前を引き継ぐかどうかに関わらず、ブローニャは先人たちが切り開いてきた道を引き継ぎます。どれだけの力があってもブローニャはその力を使ってみんながいる世界を守ります。ブローニャは永遠に一人の人間として断りの律者になることを選び、世界を守る小さな礎となります。彼女はかつてためらっていた。でも彼女は心の内にあった迷いを乗り越えたわ。以前は怖がっていたよ。でも彼女は内心の恐怖に打ち勝った。もしかしたら彼女は本当に人の新しい希望になるのかも。少なくとも彼女は新たな断りの律者にふさわしい。彼女の意志は今強固で成熟しているわ。じゃあ俺たちはできる限り彼女を助けるべきだ。崩壊に屈せず、神に頭を垂れない。これが私たちの思想よ。いや、これ以上は言わなくてもいい。彼女はもう覚悟ができている。はい、ブローニャはもう覚悟できています。30万人の思想、今のブローニャは受け入れる決心がついています。精神道場開始。
鳥の力では足りないかもしれません。30万人の子孫も豊かとは言えないのかもしれません。でも今のブローニャは真の断りの律者です。ブローニャは人類の文明を代表して崩壊に挑みます。ムーンライトスローン6倍出力構築開始。私を信じて。あなたが本当にこれを操れるの？この武器に言いようのない親しみを感じるのよ。私の力に共鳴しているのかもしれない。思うに、もしかしたら私はもともとこれの使い方を知っているのかもしれないわ。わかったよ。でもゼーレも一緒にやらせて。そんなこと言ってる場合なの？違うよ。その、ゼーレにはわかるの。あなたが強がってるって。は？多分、その力の使い方は知ってても、使うための対価については、あまり把握してないんでしょ？実は、自分一人でブローニャお姉ちゃんを助けられるか、わからないんだよね。だから、お願い、ゼーレにも手伝わせて、一緒にブローニャお姉ちゃんを助けよう。あなたには負けるわ。よく聞いて。私はこの武器独自の力を引き出せるか試すから、あなたは私に合わせてその力を感じ取って、お姉様に流し込んで。わかった。頑張るね。じゃあ、始めるわよ。あとは頼んだわよ。もう一人の私。
丈夫だよ。ありがとう、ゼーレ。ゼーレ。もう一人の私、大丈夫？もう一人の私。うるさい。大丈夫よ。びっくりした。私も知らないうちに疲れてたのよ。この黒煙白火が消費する生命力とでも言うの？何にせよその対価は確かに私が想像していたものと違ってたわ。でもところで、さっきはかなり焦ってたようね。そうだよ、次はこんな風に脅かさないでよね。待って、はっきりと認めたわよね。なんて答えたらいいかわからないじゃない。聞こえてる？ゼーレ。はいはい、わかったわ。ゼーレの言うことを聞くわ。これからは何でも聞く。え？待って、あれは何？冗談よね、ボス頭。あれって私たちが第二次崩壊の時に見たものじゃないわよね。エネルギーの指導とモニターの反応から見て、あれは確かに心音結界だ。いや、正確に言うと心音結界に似た約束の力の使い方だ。キアナ、今すぐみんなを連れて逃げなさい。その歯車に触れたらおしまいよ。光の膜が破られた後の防御措置なのかはわからないけど、その中にある虚数の種を中心にして外に向かって急速に広がってるわ。ゼーレ、ロザリア、リリア、まだ走れる？さっきプローニャにエネルギーを渡したから、もう力が出ないわ。リリアはもう寝ちゃってるけど、なんとか背負いながら歩けてる。でもゼーレとプローニャは、起こってないのに、あの歯車が広がる速度は少しも衰えない。何か方法はないの？少なくとも跳ね返せるような方法は。まだ力が回復してない。ヘペリオンに搭載されている突撃艦？テレサ、いつの間に出て行ったの？それもありだ。テレサさん、君が近くまで行っているなら、早く地上にいる人たちを突撃艦に乗せて、そこから離れるんだ。いいえ、博士。撤退という選択肢はないわ。テレサ！ブローニャは悪戦苦闘したばかりで、力を使い果たしてる。それに、この歯車の広がる速度、空中から撤退しようとしたらより大きなリスクを伴うわ。博士、前に行った約束に関する実験を覚えてる？あんた、まさか。みんなも思いついたはずよ。私が心音結界を使ってあれと同等の約束の力を出せば、キアナたちは危機を脱することができる。テレサ、待ちなさい。その方法は確かに理論上はうまくいくわ。でもテレサさん、心音結界が
ほぼ融合戦士のようなものである君にとって何をもたらすか知っているはずだ。知ってるわ。第二次崩壊の時に一度経験したもの。あんたあの虚数の種を見た？あれに相当する力なんて絶対に死ぬわよ。そうかもしれない。結界を展開した後は崩壊エネルギーを動力源とする艦のエンジンも停止する。僕たちでさえハイペリオンから遠隔操作できない。知っているわ。どうやらもう君を止めることはできないみたいだね。理解してくれてありがとう、博士。キアナの写真を一緒に撮ってくれてありがとう、テレサちゃん。あの子、すごくあなたのことが好きなのよ。セシリア、あなたが以前申請した極東支部学園プロジェクトが承認されたわ。そうなの？本当によかった。でも次からは、もう少し慎重にプロセスを踏んでちょうだい。例えば今回の資料には、プロジェクトの優先順位が具体的に記載されていなかった。私が注意していてよかったわ。じゃないと、ファイルの山の中にずっと埋もれていたかもしれないわよ。あら、本当にありがとう、テレサちゃん。あなたも、学園プロジェクトを随分気にかけてくれているのね。当たり前でしょ。あなたの願いだもの。そうでしょ？キアナは毎日成長してる。早くしないと、彼女はその学校の生徒になれないわよ。じゃあもう一つの願いを叶えるのも手伝ってくれるかしら？前回の提案だけど、どう？テレサちゃん、私の学校の先生にならない？それはやっぱりやめておくわ。私が先生なんて無理よ。あら、そんなことないわよ。私は子供が苦手なの。そのうちの一人二人は私を同じ年齢だと思うはずよ。そうかしら？私はぴったりだと思うわ。キアナもあなたのことが好きなんだから。私は本部に残るわ。あなたはきっといい先生になる。それにあなたたちの娘は他の子より少しやんちゃに育つはずよ。私の手には負えないわ。あら、褒めてくれてありがとう。褒めてないわよ。でも大きくなったらおとなしくなるかもしれないわよ。彼女のお父さんみたいにね。ジークフリートのどこがおとなしいのよ。でもセシリア、どうしてこんなに急いでバルキリー学園を設立しようとしているの？キアナのためかしら？それは違うわ。むしろ彼女が将来バルキリーになりたくないって言ったら、私はその方がいいと思うの。実を言うと、学校の設立については随分前から考えていたのよ。随分前から？あなたも知ってるように、私は小さい頃から戦士になる訓練を受けてきた。崩壊に関すること以外世界について何も知らない。ジークフリートに出会うまでは、私たちが初めて会った時に起こったことをあなたも知っているでしょ。まるで夢から覚めたようだった。戦闘以外にあんなにカラフルな世界を体験できるなんて。そしてあの経験は私のバルキリーとしての人生に新たな原動力をもたらしてくれた。だから私は
全く違う支部を作って、当時の私が惜しくも逃してしまったものを学生たちに与えたいの。プライベートルーム、美しい中庭、美味しい学食、一緒に授業を受けて、一緒に遊び、さらには一緒に授業をサボる仲間がいる。私は彼女たちが戦士になる前に、人として自由に世界と関わってほしいと思ってるの。そういうことなのね。どう？心を動かされた？先生も同じように、さっき言った内容を享受できるわよ。私はそんなに簡単には釣られないわよ。でも、青春に満ち溢れている学園なんて、本当にあなたらしいわ。ああ、そうそう。青春といえば、学校には大きなプールが必要よ。だったら、海辺や島に建てればいいじゃない。夏になれば遊びに行けるわ。ああ、外で遊ぶだけじゃなくて、クレーンゲームやゲームセンター、遊園地も必要だと思うの。それは勉強に影響するんじゃないかしら。そう？週末にだけ開放するなら考えないこともないわ。確かにその方がいいわね。実は、私は彼女たちに自分の生活を持ってほしいの。職業や責任とは関係なく、自分自身をより幸せにするための生活よ。天命のバルキリーだとしても、彼女たちは自分の目で、自分の歩幅で、確実に様々な角度からこの世界を知るべきよ。いつの日か彼女たちには、自分で運命を決め、自分が守りたいものを自分で選べるようになってほしい。彼女たちが、美しい世界を守るために戦う、と言った時に、美しい思い出が浮かぶように、その意味を心から理解できることを願ってるわ。そして私たちは、その証人となり、守るのね。ええ、そうよ。テレサちゃん。必ずしも先生になる必要はないわ。突然どうしたの？でも、たまには時間を見つけて、キアナや彼女のお友達に、会いに来てね。その時になったら、きっと驚くはずよ。期待してるわ。でも、そんな変わった学校に、極東支部附属学園なんて名前は似合わないわよね。他の名前を考えないの？あら、そういえばそうね。なんて名前にしたらいいかしら。ちゃんと考える必要があるわね。じゃあ、セイフレイヤはどう？青春を代表する名前でしょ？あなたの言う通りだったわ、セシリア。セイフレイヤの生徒たちは信じられないほど成長したわ。彼女たちは自分で運命を決め、何を守るかを選択できるようになった。離れ離れになっても明日への歩みは止めない。セイフレイヤの生徒はいろんな問題を起こしたけど、あなたの言う通りよ、セシリア。これが私たちとは違う未来。これが私たちが守るべき未来。制約の十字架、私の古い友人、あなたはずっと万能よ。だから最後にもう一度私に手を貸して。制約の十字架、大霊帝国出力、心音結界、抵抗展開。
セシリア。位置につきました。私にやらなければならないことが。